三代、諸橋九太郎三代、諸橋九太郎5月から1973年2月12日は、昭和時代の政治家、実業家、貴族院多額納税者社議員、福島県平市長、旧名、森地。福島県医は全軍平町の金物省、鎌屋商店の二代、諸橋九太郎の志士として生まれる。九百十六年早稲田大学政治経済科を、 卒業。1930年三代九太郎を襲名した。1931年岩木軍の会長に就任したのを皮切りに、平市の会長、信用組合平庶民金庫理事長、諸橋合名会社代表、岩木水産工業、片倉岩木製紙上田水力電機、福島県農工銀行、相馬園業などの重役を歴任した。他、 保護観察所保護士職務職宅となった。1942年2月、大政翼3回福島県支部顧問に就任した。1939年福島県多額納税者として、貴族院議員に御選され、同年9月29日から1947年5月2日の貴族院廃止まで在任した。後百五十一年平市長となり、三期十二年、務めた。 1973年2月12日、帰還支援息のため、いわき市の福島老裁病院にて死去。ありがとうございます。